か正義の証明貫けば英雄に近づいたその目を閉じて触れてみれば同じ形同じ体温の悪魔僕はダメってあいつはいいのそこに壁があっただけなのに生まれてしまった定め嘆くな僕らはみんな自由戦線から2ヶ月経つが起きたことが多すぎる。今一度状況を整理しよう。はい、では最初は米国参戦の翌日、波が伸び被害した米国爆撃機により何年に非常発の原子爆弾が投下されました。これは残念だったな。何年の復興はすでに終わっているらしいが、この報復はいつかアメリカに。これはアメリカがアジア人の挫折ではなく反感を招いたな。次にフィリピンに上陸。早急にフィリピンを占領しましたが、ミッドウェー海戦で空母1隻、戦艦1隻が撃沈。硫黄島沖海戦で空母2隻を失い、海上で劣勢に立たされました。で、陸軍に出資していた痛手が出たな。英国単独撃破ならできると思っていた戦力だ。こうなってもしょうがないよな。嘆くだけでは戦局は変わりません。君は総理大臣だろ。何より今は指示をしなければなりませんぜ。そうですね。まずは東洋の戦線を消し去りましょう。今の戦線はオーストラリアのみです。ここに山下くんと山田くんを派遣、関東軍を本土に帰還させ、石原くんの指揮のもと本土防衛。そして連合国側はゴムが欠如しているはずだ。インドネシアの防衛も今村くんに任せよう。そしてゴムでの優位で、ここからは攻勢には出ず、航空機の製造に専念して、航空機の優勢でアメリカ艦隊を撃滅する。我々は持久戦を行う。あ、総統軍の一部を地中海に派遣しましょう。アメリカの参戦で欧州の戦線を維持するのは精一杯だと思いますので。ではそうしよう。オーストラリアの前線にはアメリカ軍が到着しており、突破は困難かと思われたが、展開の隙をついて敵首都キャンベラへ向かい進撃を開始。しかし、要塞化された首都に阻まれ進攻を断念。シドニーも目指したが、敵軍はすでに重要都市に師団を配置し、要塞化を完了していた。そのため南部と東部を分断し、戦線の簡略化を目指した。戦線の北部には師団がいなかったため進撃を続け、山田奥蔵が率いる師団が西部から行動を開始。シドニーの北、ニューカッスルでの攻防戦は特に熾烈を極め、一進一退の攻防が続き、この太平洋での戦いで最大の陸上戦が行われた。ニューカッスルを日本軍が手に入れれば補給ルートが万全になり、敵の港湾都市がシドニーのみになるため、ここがオーストラリアの天王山であった。アメリカはこのニューカッスルを守りきれず陥落、ニューカッスルを奪取した。南部では敵の補給不足により敵軍は損害を出しながら撤退。そして南部は山下、山田将軍の師団により攻撃され、ついには山下将軍の師団に合流、東部戦線に合流した。そしてキャンベラが陥落、オーストラリアは降伏したが、アメリカに亡命政府を作り徹底抗戦。しかし抵抗する白人をこのオーストラリア大陸から追い出すのだ。強引に侵攻し相手の補給を削りシドニーを陥落させた。こうして枢軸国はもう一つの大陸を制覇した。東洋、南洋の戦いは終わった。アフリカ、ヨーロッパの戦いはどうだ。はい、ヨーロッパはドイツのバイエルンを脱出されましたが防衛には成功しております。アフリカは進軍が進みエチオピアを奪還し、リビアに進出中です。あい、わかった。海軍の方は大丈夫か。は、はっきり言って厳しいところでございます。防衛において三層源の補給航路はなんとか維持しておりますが、硫黄島の陥落など大西洋の中心での戦いは絶賛を続けております。そうか、海軍には申し訳ないことをしてしまったな。いえいえ、アメリカ艦船の陥落も決まりを引いてしまっただけですから、負担しないでいただきたい。ここまで来
しての最悪のシナリオで頭をよぎるのは敗北の二文字。総理、なぜアメリカ参戦の対策を立てなかった。私は大バカ者だ。総理、悪い。航空機の製造はどうだ。日本の防空もうまくいってるか。今不安があるのは私だけじゃない。指導者として私がしっかりしなくては。冷静になれ。また、自然界も製造もうまくいってます。ただなんだ。帝国の行動力と比較するに帝国に匹敵するのは何年後になるか。うむ、局地的に使うしかないかもな。それでは前線を少しずつ上げるしかありません。そうなれば航空も戦いが終わるかもしれません。アメリカ本土攻撃はいつになるかわかりません。必要なのは敵国への衝撃か。それも交渉のテーブルに着かせるような。原子爆弾は天皇陛下のご意向で使用できなかったな。となると今できるのはなんだ。はい、もしもし。あ、青しろ、私はエグロ、聞こえてる。エグロ、声が変わってるからわかりにくい。悪いけど、私にしかわからない暗号を言ってくれる？そうね、声変えてたわ。今日は火曜日の12日だから、藤山の雲。これで信じてもらえるでしょう。暗号も合ってるし、私の声を使ってるってことは本物っぽいわね。要件は何？今私どこにいると思う？それは私が聞きたいわ。その感じだと焦ってるわね。それはそうでしょ。焦らない人がいるの？諜報員に焦りは禁物だから、私は何にも焦ってないわ。ふふふ、冷徹でっこって言われたあなたが焦ってるの初めて見たわ。ずっと冷静だからさ、珍しいもの見せてもらったから教えてあげるわ。私今アメリカにいるのよ。部下はイギリスにいる。あ、アメリカに行ってあなた何してんのよ。そうね、人間は大勢で見るのをやめて一人一人の人生があることを考えておいて。答えは時期にわかるわ。それじゃ今日本語で喋ってて浮いてるから。あ、ちょ待って。太平洋での決戦早くも2年の月日が流れ、欧州での戦いはすでに7年、大東亜戦争ではすでに11年の闘争を繰り広げた世界ですが、それに耐えうるのは我が帝国のやっとのことでした。帝国は太平洋欧州での戦闘の段階を期待しましたが、この大戦での戦局段階は芳しく、7年の低賃金かつ強制労働で国民間の格差は広がり、官人袋の糸口が切れた国民はついに放棄し、英国で内戦が勃発。その衝撃は太平洋を越え、アメリカの西側での一斉放棄。大戦に7年耐えた画像はついに公開したのです。世界平和、核攻撃の時は近いのであります。